タレント、医師として活躍している西川彩子の若い頃はモテモテだったという噂が浮上しています。西川彩子は生まれながらの美貌で、若い頃はモテモテでした。西川彩子の若い頃の経歴や人気ぶりについてご紹介しましょう。また、若い頃と現在とも比較してみました。西川彩子の若い頃がモテモテ、当時の経歴や人気などまとめのイメージ、目次、1西川彩子のプロフィール、2西川彩子の若い頃がモテモテ、3西川彩子の若い頃の経歴、4西川彩子の若い頃の人気ぶりを調査、5西川彩子の若い頃の魔法の引き出しとは、6西川彩子は若い頃からゴージャス経歴、西川彩子のプロフィール。愛称、本名、西川彩子、西川彩子、生年月日、1971年4月5日、現在年齢、50歳、出身地、神奈川県相模原市南区、血液型、B 型、身長、160cm。体重、不明、活動内容、医師、タレント、所属グループ、なし、事務所、ホリプロ、家族構成、父、母、兄、西川彩子の経歴。西川彩子は神奈川県相模原市南区出身で、医師、タレントとして活躍しています。西川彩子は湘南白百合学園幼稚園、小学校、中学校と進み、桐蔭学園高等学校を卒業しました。高校卒業後は聖マリアンナ医科大学医学部に入学しています。1996年の大学在学中にミスコンテストであるミス日本に出場しました。フォトジェニック賞を受賞し注目されています。同年から恋の空騒ぎの第3期生として出演し、毒舌キャラで人気を博しました。西川彩子は1996年に医師国家試験に合格し、芸能活動をしながら医師業もこなしています。西川彩子はこれまでに聖マリアンナ医科大学整形外科で勤務し、その後青山メディカルクリニック、実家の西川整形外科医院から松倉クリニックで勤務していました。現在は西川整形外科医院と松倉クリニックの両方で診療しています。2009年7月18日に元葛飾区議会議員の福本アジアと婚約したことを発表しました。2010年2月14日にホテル大倉東京にて結婚式が行われています。その時の媒酌人は桑田真澄が務め話題になりました。しかし結婚生活は長くは続かず、2014年1月11日に離婚したことを発表しています。2020年3月22日に2007年から出演していたサンデージャポンを卒業しました。現在はタレント業をセーブして医師業に重点を置いています。西川彩子の傲慢で高飛車なキャラクターはバラエティ番組に引っ張りだこで大変人気がありました。西川彩子はセントフォースという芸能事務所から株式会社ホリプロに移籍しています。サム西川彩子の勤務先の病院は、医師としての経歴などまとめ、タレントとして活躍している西川彩子は現在本業の医師として働いています。西川彩子は美容にこだわ、西川彩子の若い頃がモテモテ、西川彩子の若い頃がモテモテだったという噂が浮上しています。西川彩子は若い頃ミスコンテスト、ミス日本に出場した経歴があり、その時にはフォトジェニック賞を受賞しました。西川彩子の若い頃はとても美しく、生まれながらのこの美貌で若い頃はモテモテでした。西川彩子の若い頃に注目が、西川彩子の若い頃に注目が集まっています。西川彩子の若い頃は高飛車なキャラクターが大人気で、全盛期の若い頃はとても美しいことで注目されていました。
医師として活動しながら、若い頃からタレントとして芸能界でも活躍し、めちゃくちゃモテたということです。若い頃はモテモテだった。西川綾子は子供の頃からお金持ちの医者家系の箱入りお嬢様として教育されてきました。西川綾子は1996年の聖マリアンナ医科大学医学部に在籍していた大学6年生の時にミス日本に応募しています。西川綾子は若い頃とても美しく、若い頃はモテモテでした。ミス日本でフォトジェニック賞を受賞してからは高飛車で傲慢街道まっしぐらだったようです。西川綾子は若い頃、何でもうまくいって、思えば何でも叶ってしまうと思っていたそうです。西川綾子の若い頃は挫折も失敗もなく、お金もあり、何不自由のない生活をしていました。若い頃の西川綾子は男性からモテモテで、多くの男性を股にかけて交際していたそうです。西川綾子の若い頃は、アッシーくんが10人くらいいて、車で西川綾子の送り迎えをしてくれていました。西川綾子は母親からも、男には股をかけなさい、と教育されていました。バラエティ番組では、男性から300万円の腕時計をプレゼントされたことがあることも明かしています。西川綾子の若い頃と現在の姿を比較。西川綾子の若い頃と現在の姿を比較してみました。西川綾子の若い頃と現在ではどのような変化が見られるのでしょうか。西川綾子の学生時代、20代から30代、そして現在との姿を比較してみましょう。若い頃と現在の姿を比較1学生時代。若い頃の西川綾子はとても美人でした。12歳で小学生か中学生だった頃の西川綾子の画像を見ると、可愛らしく、クラスの男子から確実にモテていたことが想像できます。12歳の頃はまだあどけなさが残り、白黒の画像ですが、意志が強そうな目をしています。大学時代の画像を見ると、現在の西川綾子の雰囲気になっていました。大学時代の画像は、知的でクールな感じで、見るからに毒舌そうというのがわかります。若い頃と現在の姿を比較2年齢20代から30代時代。20代から30代時代は数多くのテレビ番組にも出演しています。写真集やビデオも発売され、ジョイというよりも、アイドルのような雰囲気でした。西川綾子は、恋のから騒ぎに出演していた頃、美人ジョイとしてスタートしましたが、番組を卒業してもその強烈なキャラクターが注目され、タレントとして活躍しています。株式会社セントフォースに所属していましたが、28歳の時に株式会社ホリプロに移籍し、ジョイタレントとして活動していました。西川綾子は男性はもちろん、女性からも支持されています。毒舌な西川綾子は女性から人気がありました。この頃の西川綾子はジョイには全く見えず、もともと芸能人だったような美貌の持ち主です。若い頃と現在の姿を比較3現在。現在の西川綾子は若い頃と比較すると、痩せすぎていると話題になっています。西川綾子の現在は痩せすぎていて怖いと言われるほどで、若い頃と比較した画像を見ると痩せすぎなのが一目瞭然です。西川綾子はあまりにも痩せたので、癌などの病気ではないかと心配されるほど。西川綾子の若い頃は元気で毒舌キャラでしたが、現在は急激に痩せています。西川綾子は何度も急性胃腸炎にかかり、激痩せしました。西川綾子は2016年5月、2016年12月、2017年7月に急性胃腸炎にかかり入院しています。最初の入院から痩せたことが注目され、その後も何度も入院し、西川綾子はとても痩せてしまいました。
西川彩子は強いイメージのキャラクターのため、痩せたことで心配する声が多数聞かれました。西川彩子の若い頃に対する世間の反応、西川彩子の若い頃に対する世間の反応についてご紹介しましょう。西川彩子の若い頃はとても美人、さすが医大生。知的でクールな雰囲気が素敵、これだけ美しいならモテモテだったのは納得、と西川彩子の若い頃に対して絶賛する声が聞かれました。西川彩子の若い頃の経歴。西川彩子には若い頃、どのような経歴があるのかが気になります。西川彩子の学歴は親がすべて決め、エリート街道まっしぐらでした。西川彩子の若い頃の経歴についてご紹介しましょう。若い頃の経歴、ミス日本にてフォトジェニック賞を受賞。西川彩子は1996年、大学在学中の6年生の時にミスコンテスト、ミス日本に出場しました。フォトジェニック賞を受賞し、グランプリに次ぐ特別賞を獲得しています。ミス日本は2000人が応募しましたが、西川彩子は見事、フォトジェニック賞に選ばれました。この当時、西川彩子は、やっぱり日本で一番綺麗なんだと思っていた、と語っています。フォトジェニック賞を受賞してからは、高飛車で傲慢なご存知のキャラクター一直線でした。若い頃の経歴、恋の空騒ぎ、第三期生として出演。西川彩子は1996年に人気バラエティ番組、恋の空騒ぎ、の第三期生として出演しています。この番組に出演した時に、西川彩子は25歳でした。若い頃の西川彩子は1996年にミス日本に入賞し、恋の空騒ぎに出演し、医師国家試験に合格するという人生の転機を迎えています。この頃、西川彩子は何をやってもうまくいくと感じていたそうです。恋の空騒ぎでは自分の本音の気持ちを語り、明石家さんまや番組スタッフから面白がられ、一定のポジションを獲得することができました。高飛車で歯に絹を着せない毒舌トークが注目されています。西川彩子は頭が良く、周囲の空気をとっさに読んで理解する知性があり、それに応えようとするサービス精神から人気を博しました。若い頃の経歴、医師国家試験に合格。西川彩子は1996年に医師国家試験に合格しています。大学時代は豪遊していた西川彩子ですが、大学6年生になると医師国家試験合格を目指し、もう勉強しました。見事、医師国家試験に合格し、1996年に医師登録し、同年、研修医として聖マリアンナ医科大学病院に入っています。若い頃の経歴、タレントとしての活動。西川彩子は、恋の空騒ぎに出演している時に、ジョイとして本業をスタートしていますが、同時にタレントとしても活動しています。株式会社セントフォースから株式会社ホリプロに移籍し、ジョイタレントとして最前線で活躍しました。若い頃に出演していた恋の空騒ぎとは異なり、プロの芸能人としてテレビに出演するようになります。当初は本業の医師業の合間の趣味程度と思って活動していたのですが、報酬をもらう以上はタレントとしての活動もしっかりとしていきたいと思ったようです。強気で傲慢で高飛車なジョイタレントが求められていたので、西川彩子は、求められたら答えなければと思うようになった、と語っています。西川彩子はこのように若い頃から積極的にキャラを演じるようになりました。西川彩子の若い頃の人気ぶりを調査。西川彩子の若い頃の人気ぶりを調査してみました。西川彩子は若い頃、様々な番組に出演しています。
西川彩子の若い頃はどのくらいの人気ぶりだったかをご紹介しましょう。若い頃の人気、サンデージャポン、レギュラー。西川彩子は若い頃、サンデージャポン、イレギュラー出演していました。西川彩子は2007年から13年にわたり、サンデージャポン、イレギュラー出演していましたが、2020年3月に卒業しています。西川彩子は若い頃から歯に衣着せぬ発言をして注目され、番組のご意見番として人気がありました。様々な企画で活躍し、アナウンサーとも共演しています。若い頃の人気、毒舌キャラジョイとしての魅力。西川彩子は若い頃、毒舌キャラジョイとして人気がありました。歯に衣を着せぬ本音トークが大変人気があり、女性からも支持されていました。若い頃から本音をストレートに発言し、ド直球の発言に爽快感を覚える視聴者もいたようです。若い頃の人気、女優として映画やドラマにも出演。西川彩子は若い頃、女優として映画やドラマにも出演しました。2008年12月6日に公開された映画、特命係長ただのひとし最後の劇場版に加藤恵美で出演しています。また、ドラマでは2001年にテレビ朝日で放送された OL ビジュアル系第2シリーズでジョイ役として出演しました。また、2011年4月から6月まで TBS で放送されたドラマ、しましまでは白沢彩役で出演しています。さらに、2014年12月2日に TBS で放送されたドラマ、ジョはそれを許さない第7話で聖子役として出演しました。2015年7月17日に TBS で放送されたドラマ、表参道高校が勝負。第1話の萌え役としても出演し注目されています。